からフルートとギターでアンサンブルというかあのお二人に「シャローム・ジェルサルム」という曲をえ賛美していただきたいと思いますがその前にフルートのゆかりさんにですね前回、の西洋館で突然振って明かししていただいたのがすごく感動しましたのでここでもう一度ゆかりさんの人となりとお話をしていただけたらと思いますお願いします。 皆さんこんにちは、えっと、みなさんは、えー、ここにおられる方々はほとんどイエス様を信じておられる方々ばかりと思いますが皆、えー、さんは天国があると、えー、信じておられますか <laughs>、えっと、私はそのことを去年までは信じることができず、えー、クリスチャンになった時にクリスチャンの醍醐味というのは天国に いけるということなんだということを何度も何度もお話で聞いてもそれを信じるというかわかるんですけど頭の知識だけの理解で本当にそのことをこうなんかこう納得することができませんでした二年前の秋に私の三つ下の妹が 突然、えー、自宅で、えー、亡くなっていました第一発見者は私でしたでそのことが私にとってものすごく、えー、ちょっと大きな出来事でそれをあの受け止めることができず、えー、私は離人症という症状になりました、えー、どういう症状かといいますと、まあ、あ,ある、まあ、ショックな大きな出来事が起こったことで あのまあ何をしても現実感が湧かないというかもう何をやってもこうなんかごと事みたいな感じでしか物事を捉えることができなくて、えー、なんか2人自分がいるような感じがして日常生活を送っている自分をもう一人の自分が遠くから眺めているようなそういう感じがしていました。全く生きていいるという実感が湧かずこう フラフラしている状態だったんですけどで何度も何度も「あなたの妹さんはクリスチャンだったんだから天国へ行ったんだよ」ということを皆さんに励ましていただいても全く私の心の中には入ってくることができずえーそんなことはあの天国のことを本当に信じている人のお話でやっぱり凡人の私はそれを分かることはできなかったんだと思ってなんかこう。 みんなが言ってくれる天国天国というのがもう失望というかそういうふうにしか私の心は捉えることができずあやっぱり自分は仏教でなんか喜んでいるクリスチャンにはなれなかったんだというふうに思っていましたでも、えっと、去年のクリスマスにゴスペルクラブのまあ中心的存在だった山口さんが山口さんも突然ご自宅で亡くなられたということを聞き その時もすごくショックだったんですけどその時はなぜか「あ山口さんは天国に行ったんだ」っていうことがんかはっきりと分かったという分かって「何で?」って言われても何でか分かんないんですけどんか山口さんは天国に行ったんだっていうことがなんかこうはっきりと分かってショックだったんですけどすごく天国に行ってよかったなっていう思いが来て。 なんで,でかわかんないんですけど山口さんが天国に行ったっていうことが分かった時に妹も同じとこにいるんだっていうことが私のなんかこう心の中にこうパーッと開けてきました、えー、で「あ本当に天国っていうのはあるんだな」っていうことをなんで分かったんですかってど,どうやって説明するのをうまく説明はできないんですけどあのそのことがはっきりと分かった時に私に何が起こったかというと全く 生きている実感がわからなかった私が少しずつ少しずつ心を取り戻すことができきるようになってきました、まあ今8分目ぐらい戻ってきたんですけどまだちょっとあと2つぐらいちょっととかポーンって飛んでるところもあるんですけどなんか少しずつこうあれをしたいこれをしたいこうやってみようあ,あやってみようっていう意欲とかこう,こうやってみようっていうのが分かるようになったこととあともの質の。 今すごく嬉しいのは聖書を読んでいてその聖書の言葉がなんかこうにに私の心の心中に入ってくるんです、ね、なんかこうただ今までこうあの預言者学校で十首を読まないといけないって決まってるのでもうダラ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 読んでるだけだったんですけどなんかその読んでる言葉が踊るように私の心の中に入ってくるようになってなんかこう会話をするように聖書を読めるようになったことが 今は一番嬉ししいです。えっと、そして本当にお話ではなく本当にせあの天国っていうのがあるんだということが私は分かったのでそれをまだ知らない人たちに、えっと、伝えていけるようにゴスペルを通してとか自分の証を通してとかこう他の人たちに伝えていけたらいいなと思っています。感謝します。 は4週に祈っていますシャロームジャルサャレムという曲でしたこの曲もなんかぐっと聴き入ってしまいました、えー、引き続いて今ギターの音色を聞かせてくださった節子牧師とえ今度は後藤コスペルクラブの皆さんに十字架の愛という曲をお願いします、えー、後藤ゴスペルクラブの宣伝もお願いいたします